それではクラス会議を始めます。本日の議題はこれです。発言したい人は挙手してください。はい、なのだ。ズンダモン君、どうぞ。まずは僕のうんちのことで、みんなに迷惑をかけてしまったことを謝罪したいのだ。ごめんなさいなのだ。私はあなたの暴挙を絶対に許しませんが、今はあなたを責めている時間がありません。あの大便を片付けることが先決です。誰か我こそは、という人はいませんか？先生、志願者を募ったところで時間の無駄だと思いますわ。大便を片付けたい人なんているわけがありません。いや、そうとは限らないのだ。女の子のうんちだったら、僕は喜んで片付けるのだ。大便に女も男もないでしょう？いや、全然違うのだ。男のうんちは臭すぎてとても無理なのだ。そもそも論なんですけどいいですか？どうぞ発言してください。大便は絶対に片付けないといけないのでしょうか？今は確かに臭くてたまりませんし、これから夏場になれば最悪でしょう。でも、長期的なスパンで考えてみてください。あの大便は100年後もまだ、臭いままあそこに残っているでしょうか？自然の力で分解されるのを待つという選択肢もあると思います。正気とは思えませんが、春日部さんと同じ意見の人はいますか？誰もいませんね。では却下します。遅くとも今日の下校時間までには誰かが片付ける方向で会議を進めます。皆さん、積極的に発言してください。専門業者に依頼してはどうでしょうか？お金がありません。あなたが自腹を切るというなら止めませんが。それは嫌です。言いにくいですが、もう教員の皆さんで片付けてもらうしかないと思いますわ。生徒から志願者を募っても無駄ですわ。私は嫌です。絶対に嫌です。じゃあ他の先生に頼んでください。四国さん、そこまで言うならあなたが他の先生に頼みに回ったらどうですか？なんで私が？先生がしてください。あのね、大人の世界には政治的な人間関係、力関係があるんですよ。あなたのような小娘に言われるまでもなく、もう職員会議はしているんです。ズンダモン君がこのクラスの一員である以上、この問題はこのクラスのメンバーで解決する。これは決定事項です。私だって不満です。しかし私の今の校内権力ではもう覆せません。汚い人たち、あなたたちこそ大便みたいだわ。暴言は許しません。他に発言者はいませんか？先生、立候補ではなく、推薦や指名ではダメなのでしょうか？適格者を多選であげて、多数決を取ればすぐ決まると思います。雨晴れさん、あなたは恥を知りなさい。そういうのおかずの暴力というのです。あなたはさっきから業者に頼もうとか、誰か他人に負担を押し付けようとばかりしていますね。小学校の道徳からやり直したらどうですか？むか。それでは先生、平等にクラスのみんなで、少しずつ片付けるのはどうでしょうか？35人いますから、スプーン一杯ずつ片付けていけば、ちょうどいいのではないでしょうか？春日部さん、あなたはのんびりしすぎです。時間もかかりますし、非効率です。それに平等にみんなが不幸になるだけの案は受け入れられません。ああ言えばこういう、拉致が飽きませんわね。いいですわ、私が片付けます。あら、いいのですか？私は手伝いませんよ。構いません。私が一人でやります。ですからこんなくだらない会議は終わりにしてください。民主主義を軽んじる発言は許容できませんが、あなたの勇敢さに免じて、今日のところは聞かなかったことにしてあげます。ふん。クソ教師め。こうして私は小便器に放置された、ズンダモン君の大便を一人で片付けたのでした。ポリ手袋をつけて、両手ですくい取り、大便器に流していきました。
この世のものとは思えない凄まじい悪臭。気色の悪いぐちぐちぬめぬめした感触を私は生涯忘れることができないでしょう。皆さん、全国の小便器に大便をする皆さん、皆さんの両親に訴えます。小便器には大便を流す機能はありません。あなたがした大便は人間の手で片付けるしかないのです。それがどれほどの苦痛を伴う作業か、想像してみてください。そして、冷静に自分自身の行いを見つめ直してください。そこに大便をする行為が正しい行為なのか、理性を持つ人間として実行してください。皆さん一人一人の良心を信じ、いつの日かこの国から小便器にされた大便がなくなることを願っています。